日本兵庫県神戸市西区、スマク精神ニュータウン精神ニュータウンの町並み高塚第4丁目で撮影精神、南ニュータウンの町並いぶき、第2市町3丁目で撮影精神ニュータウンは、神戸市西区、スマクの丘陵地帯に住宅と産業を中心とする複合機能団地として計画されたニュータウン。町開きは、精神住宅団地が1982年、精神住宅、 第2団地が1993年、神戸研究学園都市が1985年である、の団地群の総称である。なお、神戸サイエンスパークは、精神住宅、第2団地の事業区域内に含まれる。一般に、精神住宅団地単体を指して、精神ニュータウンと、しばしば呼称されるが、行政上の位置づけとしては、蒸気団地群を指す。神戸市営地下鉄、精神、 山手線の内精神のべ新線区間は、これらの団地を貫くように計画、施設された。陰南の大地から望む精神ニュータウン、兵庫県神戸市西区と須磨区にまたがるニュータウン地帯であり、1938年に野田文一郎によって、明石平野に新都市を計画することを発表し、現在の西区の範囲である。 赤市郡北部七町村の合併を推し進め1947年3月1日に実現した。1965年の市議会で原口中次郎が宅地計画を挙げ、1970年頃に未利用地であった都市計画をありにしやすい高塚山などを切り開いて開発した。また、全国で 初めて工業団地を目的として開発されており、工業地帯と近接する食住近接も目的として工業団地と社宅、マンションなどの住宅地が多くかつ商業、工業、公共、教育施設が充実しており、副都心機能を持つ。精神ニュータウンの範囲は精神住宅団地、精神南ニュータウン、神戸研究学園都市、 精神インダストリアルパーク、神戸ハイテクパーク、神戸流通団地が競技の範囲であるが、抗議の範囲になると、神戸複合産業団地と月が丘も合わせる。精神ニュータウンの範囲精神住宅、第2団地精神南ニュータウンは、人と環境に優しい街づくりをテーマとして開発が進められており、自然との調和、自然の復元、環境との共生、安心と、 ゆとりが、ちづくりの基本方針として挙げられている。ニュータウン西地区の最初の住宅地、駅前立地の住宅地としての当事業に与えられた、課題は次の通りである。ランドマーク製の確保福祉型住宅地の建設駅前住宅地にふさわしいにぎわいの、演出風の広場の効果的演出事業主体は、近鉄不動産市長丸並び不動産チームで、 建築計画をイヤをたけた設計、ランドスケープ計画を地球号、コミュニティ計画を大広、シミュレーション業務を大日本土木が担当しおのおのが、その業務粒囲いを超え一体となって、21世紀において、誰もが実現可能な自然に寄与する人間環境としての住宅地先進事例づくり、温かいコミュニティの育つ、永住の街づくりに取り組んでいる。 精神住宅団地では、工事台には、神戸西警察署が、そして仮場台、竹野台、春日台にはそれぞれ仮場台交番、竹野台交番、春日台交番が設置されている。以上の交番は、それぞれ上空から見ると、トランプのマークになっている。また、精神南ニュータウンには、伊吹大交番、神戸研究学園都市には、学園駅前交番が設置されている。 高時代には入院施設の整った大病院である西神戸医療センターがある。春日台には、泌尿器科、内科、外科、自備院喉科などの診療所が集中している地域がある。プレンティア、精神総合などの総合的な商業施設がある。精神工業団地とサイエンスパークなどの産業団地には、以下の企業が拠点を持っており、阪神、淡路大震災後は、 神戸市内の他の区から移転してきた工場がある。以上の大学は学園都市にある。ニュータウン開発によって積極的な中学校の新設と移転が誘致されていた。先に開発された狩場台にある神戸市立狩場台小学校では児童の数が減り続け、一学年一学級である。それに対し伊吹台にある神戸市立伊吹東小学校は1600人の生徒を持ち、 日本最大の私立小学校である。各、ニュータウンの間に鉄道を付設する計画があったが、実現したのは、神戸市営地下鉄であり、精神山手線が通っている。精神ニュータウンの中央には、精神中央駅、精神南ニュータウンの中央には、西神南駅、神戸研究学園都市には、学園都市駅が設置されている。精神中央駅、精神南駅、 学園都市駅、a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a a b a c a d A a f a g i a j k r 精神ニュータウンの歴史と建設。阪神大震災と精神ニュータウン。2012年6月26日閲覧。abcd, 特殊災害と、街づくり市民のグラフ。 神戸ナンバー 269ABC 特集開けゆく精神市民のグラフ神戸ナンバー1十8 a b 特集神戸町並み田んぼ市民のグラフ神戸ナンバー246大海和夫精神ニュータウン物語ハット ABCD ニュータウンの人口の急増阪神大震災と精神ニュータウン2012年6月26日閲覧 ABC 精神ニュータウンとマンション。阪神大震災と精神ニュータウン。2012年6月26日閲覧。ABCD 精神ニュータウンは今。阪神大震災と精神ニュータウン。2012年6月26日閲覧。ABCDEF 精神住宅団地。神戸市。2012年6月26日閲覧。ABCD 精神南ニュータウン。 神戸市、2012年6月26日閲覧。ABCD、神戸研究学園都市。神戸市、2012年6月26日閲覧。震災直後と精神ニュータウン。阪神大震災と精神ニュータウン。2012年6月26日閲覧。ありがとうございます。